はい。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 スタート。本当にいけんのかこれ。反射神経でやってるから。あ、なんでこれ色ついてんだ？ポップアウトして画面をでかくしてみましょうね。うん、はい。部屋を明るくして。離れてみてね。これが新しいやつ。するか。やってやります。やってやります。なんかさ、うん。洗面のところで情報をなんか引き出すがどうのみたいな言ってなかったっけ？あー、なるほど。なんかもっと情報がっていうので先に進めるようになったやったっけ？やっべ、覚えてね。まあ追加されてるし、うん、右やっていいんじゃない？やってみっか。やってやります。またやんのか。またやったちゃんになっちゃうのか。やったちゃんになるのか。ねえ。本当の自分を取り戻したヤッコは改めてミオと共に今回の呪いを止めるために6名簿陰の書の探索を行うが、その手がかりはあまりにも少なかった。すごい、もう気合入ってる。だからそれをあいつに聞かなあかんだろうな、荒石に。ねえ、荒石にね。荒石、またやるのか、彼を。午後4時台。夕方になってきたね。南割下水通り。ちょっとお腹が膨れた後やな。おやつ食べた後ってこと？いやさ、6名簿陰の書ってやつを見つけろって話だけどさ。やっぱもうちょいとくらい手がかり欲しいよね。あ、喋り方全然やっぱ違うね、ヤコちゃんね。うん。今のところその土帝聖明っていう大名字の血統がどうなってるのかからたどるしかないわけだけど。セイマンって書いてるやん。あれ、本当だ、セイマンですね。なんで聖明って呼んでたんですか、ズッキー。それは3パート前、3、4パート前の俺たちを芝居てください。ちょっとね、そろそろ反省して直すべきかなって私も思ってたんだ、うん、直しましょう。正当な系譜には載ってない人だから図書館の文献にもなかったしね。で、ここまで収穫なしだから思い切ってここに来てみたけど、これあれか、あ、飛白石鹸のとこね。あ、そうね、あの魔女受付がいるようだって。受付もいるようだねみたいな。まず周囲。さっき営業中のようだ。受付もいるようだね。あ、なんで覚えてんの？すごすぎだろ。すべての記憶をたどったわ。さっきこの辺りをパトカーが目まぐるしく走ってたよね。何かあったのかな。そうだね。警察官もいっぱい見かけるし、ちょっとピリピリしてるけど。まさか。堤警部たちがねじまってやつを取り逃して、なんだっけ、大取り物。大取り物やってるとか。そうだよ、ねじま死んじゃったんだった。だからそれでパトカーが、ねえ、目まぐるしく走り回ってんだろうな。うん。せっかく情報を見つけたのにそれだと困るね。うん。勘吉郎もそうか。ね、死体で見つかってるから。お、いた、ナメドリ、ナメドリ。お、ハシビロコやん、ハシビロコ。ほんとだ、いっぱい見つかってきた。名前、これあれ、どれが見つかった、ハシビロコ、これだ、ハシビグチコウタロウ。いい名前じゃない、ハシビロコや。結果変わらなかった、ハシビロコだという事実は。いや、はしび口で、はしびろやろ。おぉ、はしびろこうたろやん。うまいなぁ、よくそれに気づくなぁ。みおちゃん、これまで一人でこんなことをやってきてたのか。危険だし、理解も得られないし、大変だろうな。そりゃ友達なんてできないだろうね。ん？どうかした？うんうん、頑張ろうね。でも今はやっこちゃんが友達やから。せやな。うん、きっと大丈夫。
今までも大体なんとかなってきたから。そっか、ミオちゃんって…ん？見かけによらず、大胆で無鉄砲なところあるんだね。そうかな。でもこの世界、予想通りにならないなんて普通だし。ううん、いいと思うよ。私もそういうたちだから。ミオちゃんとは気が合うところがあるって感じてたけど、そういうところかもね。そっかな。ありがとう。かわいい。いい笑顔。ねえ。いつもこのね、無表情というか、ポーカーフェイスだから、嬉しいね。うん。ミオちゃん、そういえばあれはどうだったの？さっき堤警部に確認してもらった、なんとかさんって人。ああ、やっぱり返事ないって。なんだっけ、なんとか、案件。中越案件。中越案件。うん。そもそも中越さんにはこっちから直接は連絡できなくて、心霊対策室の伝令係に伝えたら、あとは運を天に任せるしかないの。何かある時は常に向こうから突然、しかも指令だけが来るから。よくわかんないけど、難儀なとこなんだね。ただ待ってても仕方ないし、私たちでできるだけ頑張ってみよう。オッケー。さあ、本命。威迫石鹸。へい。魔女。魔女。ここが威迫石鹸の本社。ここの偉い人が今回の黒幕の可能性が高いってことだけど、これこのまんま黒幕がさ、この魔女だったらさ、なんかね、そのまますぎるよな。いろいろあってここにたどり着いたから。そっか。大丈夫、まだ大丈夫やと思う。いや、私陽子ちゃん黒幕で会ってくれと思ってるよ。ああ、いや、まあ陽子ちゃんに関しては、うん、ちょっと微妙なラインが今存在してるからねえ。だってさ、あんだけ最初出てきてたのに、こっちのルートに入ってから一回も出てきてないよ。出てきてないな。ねえ、ここの話聞いただけやもん。ねえ、会長の山森さんだっけ？山森夏江か。うん。あれ、会長って偉いんだっけ？でも会社で一番偉いのは社長だよね。どうなんだろう。偉い方なのは間違いないかと。どうなの？社長はおるけど、うん、代表取締役とかもおるし。ああ、そうね。っていう感じなんじゃないの。うーん、会長の方が偉いとかもありそうやけどな。うん、確かに。まあ、会社の会使ってますからね。うん、うん、社長なんて会の一個してんねえ。いきなり行って会えたとしても何を話せばいいのか、わかる？六名簿院の書って知ってますかってと直球に聞いて教えてくれるもんかね。昔から虎穴にいらずんば孤児を得ずと申しまして。お、ミオちゃん、もしかしてこれまでもそういうスタイルでやってたの？八方塞がりになることはよくあるから、とにかく飛び込んでみないと。ミオちゃん行動力あるよな。意外とあるよな。ね、思い切りがいい。あ、怖いなら私だけで行ってくるけど。おっと、まさか怖いなんてことはないさ。ボディーガードだと思って頼りにしておくれよ。イケメンすぎる。いいね、このファサって感じ。そういう当たって砕けろなノリは私も嫌いじゃないからね。うん、いつものやっこちゃんだ。やってやりますのやっこちゃんね。ね、なんだ、そういう意味から来てたのかその名前は。いつでもやる子。やっこ。こ、殺って書いてやっころ。物騒だって。そんな負けん気の強さ名前にいらないって。じゃあ行ってみる？まあ行くしかないんじゃない。まあね、周り見たしね。行こう。よし、行ってみよっか。ごめんください。
6名分飲食ください。ください。いや、取り付く島もないとはまさにこのことだったね。まさか会長さんと会うためには何ヶ月も前からアポイントメントが必要だなんて。まあ大体予定が入ってるものだもんね。うん、うん、そんなに偉かったんだね。学生だと思って受付の人にも軽くあしらわれた感じだし、専属秘書の人なら、専属秘書の人になら話を聞いてもらえるかもしれないけど、今は外出中だってことだし。は、弓岡捕まえな。そうだ、今弓岡って名前一生出てこないんだよな。またデビルモードの人なんだっけと思って。え、すごい、なんで覚えてんの。いや、匠まで合ってるか知らんけど。すごーい。マジで、もう匠なんて知らんかったよ。いや、まあ、あの技巧の子は名前に入ってたなって。ああ、はいはいはい、はい、それだけでも匠って読めるからな。あ、確かにね、匠やったかなと思ったら、匠やったわ。いや、よう覚えてんな。弓岡って名前すら出てこなかったのにな。じゃあ弓岡を探さなきゃいけないのかなってことなのかな。うん、さて。あ、まだ一応いけるけど。数ヶ月経って弓岡の名前は色あせへん。出来合いしてるな。飛迫本社がダメとなると、いよいよ打つ手なしかな。炙り出そうぜ。何を引いたいて。放火ってこと。そういう意味で炙り出そうぜ。怖いよ。読んで字のごとく炙り出そう。いきなり押しかけてもダメだったか。こうなっちゃったら今はもう放火するしかないのかも。一番重いからね。まあ一回じゃあここは中断って感じなのかな。うん、ね、中断して。ってことはじゃあこっちかなのかかな。こっちはまあ、うん、うん、だって大取り物はだって死体見つけて、うん、終わったもんね。先進めんくなってるから、うん、そう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 。だから荒石なんじゃないのかな。荒石かな、途中から。どこだ、どっから。え、波垣登場からって。波垣登場、あ、あれや、ここ出た後に波垣にあったんやじゃない。あー違う、その喫茶店出た後。そっかそっか。あ、出た。うわ、あ、これさ、なんかついてくかついてないかないかみたいなさ、やつでついていく選択肢もあったじゃん確か。うん、それもやってみる一応。あ、いいんじゃない。うん、これね、うん、波垣と話してみましょう。じゃあせっかくなので波垣さんのお話を伺います。そうかい、ありがとう。じゃあ少し移動しようか。メガネクイ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 移動。何の話すんだろうね。午後1時台。またなんかルート違うな。じゃあ両国橋好きやな。ねえ。それで私たちに相談というのは。ああ、そうだね。何と言えばいいか。率直に言うと、君たちの呪詛玉で白石道夫を蘇らせてほしいんだ。なるほど。まあやっぱね、波垣の目的もこういうことよね。うん。うん。え？そもそも僕が蘇りの秘術を求めたのも、その願いを叶えるためだったんだが、志半ばにして、呪詛玉を手放さざるを得なくなってしまってね。そしたら、君たちも白石道夫と縁のある貸り主のようだったから、渡りに船とばかりに、こうしてお願いをしようと思ったんだ。ごめんなさい。
ちょっと唐突すぎて理由がわからないんですが、波垣さんは白石さんと関係のある方なんでしょうか？ああ、彼女とはちょっとした縁があってね。先日の彼女の不幸な知らせにはとても心を痛めたものだよ。お前が言いたいやろかい！なんやこいつ。そうなんですね。白石さんを蘇らせたいのは山々なんですけど、私たちはすでに蘇りの秘術を使うことは諦めていて。そうか。でも目的が同じなら、呪詛玉を譲ってもらって、僕が代わりに再婚を集めてもいいけど。ふん。それもお断りします。私たちの目的は、この呪いを沈めることなので。あ、立ち去った。なるほど。わかったよ。残念だが、呪詛玉は諦めよう。わかってくれましたか。ありがとうございます。やっこちゃん？なんだか怪しかったけど、おとなしく帰ってくれたね。でも、どうして白石さんを。あれ？やっこちゃん？やったちゃんなってんじゃん。やったちゃんかも。うわわわ、やばい。話してる間に、どっかに。やばい。やってんぞ、これは。やってるわ。あ、こりゃやったちゃんだわ。あ。追いついたぞ。僕が君を追っていたのを知ってか知らずか。わざわざこんな人のいない場所へを誘い込むとは、いい度胸だね。悪いけどその呪詛玉、力ずくでも、こちらに渡してもらうよ。なんだそのポーズ。マエストロよ、マエストロ。奏者マエストロ。の、ああ！なぜ、お前が、出た、また出た、バカな、どうして、待て、あれは、事故なんだ。本当だ。わざとじゃない。だから、僕も、蘇らせようと していて。ああ。お腹すいた。もう、遅い。あ。暑かった。ああ、終わった！おお、マジか。へえ。エンドロール流れんねんや。ねえ、あまりにも早いエンドロール。ちょっと読ませる気のないエンドロール、うん。あまりにも見逃してしまうこれは。ちゃんとしたエンディング迎えてねっていうことだね。強い意志を感じる。うん。だって BGM 全く変わってないもん。おや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 、ケロビルス様、やってしまいましたね。ああ、やっちゃったよー。早い早い。そんなことではダメですぞ。ああ。ダメだったか。この後、ねじまふみちかの呪詛による大量虐殺が実行され、世間は未曾有の惨事に見舞われた。そして以後。坂崎やっこの姿を見た者は一人もいなかったという。ああ、みちおちゃんに完全に乗っ取られたかな、こりゃ。ってことなのかな。エンディング1だ！おお！白石みちおの、恩衆？恩衆。おお！
あ、それでもエンディング迎えれんねんや。そうなんだね。あ、よかった。見に行って。あ、これで消えたね。なるほど。あ、ほんまや。はいはいはい。じゃあ他のところでやってやりますのあれをしないといけないんだ。なんか弓岡をなんか移動させればいいんやろ。だーね。弓岡どこにいんだ。あれかな、春江さんのとこかな。やとしたらさ、それのちょっと前やからさ、うん、あれじゃない、帰りひたのさ、うん、ところでなんとか誘導したりするんじゃないの。ここか、時系列的にさ。まあ、そうだね、確かに結構自由に動けるもんね、ここ。もう堤の時点で、うん、同じ時系列におるからさ。あ、そうね、確かにここでなんとかしないといけないし、他光ってないからね。うん、じゃあここの途中からで、そうだ、行けるから。どこにいるんや公園とか。公園か、ここか。公園行ってなかったよな。行ってないかも、確かに。お、コナンなかったよな、確か。金絞り公園、久しぶり。一番最初の地じゃないか。ナメドリいないかな。うーん、なさそうだね。ああ、リヒタさんどうも。ゴミだらけだ。まあ、周囲から行くか。今朝、男性の変死体が発見された時は、ここは封鎖されていたようだけど、すでに警察の現場検証も終わっていて、いつもの公園に戻っているようだね。みんな意外と気味悪いとか思わないものなのね。まあね、結局ね、その辺片付けられちゃったら本当にそこに遺体があったかなって分かんないからね。分からんしな、うん、それこそなんか大々的なニュースなのかどうかも怪しいからな。まあね、他にだっていろいろそのね、同じ時間で起きてるからね。うん、うん、どこに死体があったかも分からない場所なのに。ちょうど今マダムが立っているあたりだったそうだよかわいいそんな脅さないの、カイさん。ちょっとぐらいいいだろう。ちょっとぐらい。ちょっとぐらい。まあちょっと春江さんにね、意地悪したくなる気持ちはなんか分からんではない。分からんでもないよね。うん。ちょっと遊具から行こうか。遊具多分あんま関係ないだろうし。おお、なんだか独特な形の遊具だね。気になるの？ぜひとも遊んでみたいものだ。いや、今我慢しようか。遊びたいんだな。漏らしちゃった俺。漏らしちゃったな。心の声。今は？まさか遊びたいのかな。言っちゃったな。やるよのよな。もうキャラの意思とシンクロしちゃうとき。電話ボックスだね。特に変わったところはなさそうだ。あ、会社は営業中のようだ。電話ボックスにも人がいるようだね。いない、いない、いなかったよ。はい、カイさん、ここへ来るなり子供たちに、何この変な格好のおじさんと絡まれていた。これまでも子供の多い場所へ行くたびに何度かあったけど、この格好でいると子供たちからよく絡まれるようだ。まあなんか、そうです、私が変なおじさんだ。なんか時代的にちょうど良さそうだから、あれだな、人気になりそう。なりそう。当人はまんざらでもなさそうだったけども、子供好きなのかな。うーん、じゃあ話そう。ここは置いてけぼりのゆかりの場所とされているが、折とここで発見された男性の変死体が水死だったことは関係がありそうだね。そうね、ここで死んでた人って飛白石鹸の従業員なんだっけ。そうだ、確か沖家翔吾という男性だね。そう、ズッキーに似てる男性がさ、いたんですよ。いたんですよ。なーにー、やっちまったな。何がやってるんだ。やられちまってますけど。やられちまったいるわ、確かに。やられちまったな。飛躍の関係者だから、もしかしたらジェスダーマを狙ってここに来た人物かもしれない。やばい、偶然なんやけどな。秘術を知っていた飛白なら当然ジュス玉狙っていただろうからね。
やばい、ちょっと静まれ。ふう、女帝や弓岡が従業員を使って呪詛玉を得ようとしていた。刺激してな。なあ、だとしたらその沖家という人は誰かと呪詛玉をめぐって争って負けたということ？そうかもしれないし、あるいは呪詛玉を得て貸り主だったからこそ殺されたという可能性もある。ああ、でもこの場合呪詛を行使した側が置いてけぼりなのではなくて？もちろんその場合沖家翔吾は置いてけぼりではなかったということになるね。うん、送り上鎮か津軽の太鼓の貸主だったと。ほう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 。僕が昨晩ここに来た時遺体はまだなかった。よそから来た可能性は高い。であればその呪詛玉を置いてけぼりの貸り主が回収済みだろう。まあそもそもね、陽子ちゃんが持ってたやつを、あの陽子ちゃんが亡くなっちゃった後に回収したっていう、回収してっていう流れではあるから。そうだよね、最初のルートはそうだったから。うん、まあ元々の置いてけぼりの所持者は陽子ちゃんで、で陽子ちゃんを殺した誰かがいるわけじゃん。そうね、そう、それもなんかさ、陽子ちゃんもなんか推進っぽくなかった？ぽかったね。え、やけど足元に置いてあったのは、うん、置いてきぼりの呪詛玉。そうだよね、だから水死が2つあるかもしれないねってことよな。でそれの条件をその向こうのもう一つの呪詛玉のやつが満たしちゃったって話だから。うん、でそれがまあまんまと大きい家に起きてしまったわけだ。うん、ああそうだマダム、後で一つ試してもらいたいことがあるけどいいかい？ん？ええ、何なりと。なんだろう、一緒に遊具で遊ばないかいって。どうしても気になってしまうんだ。ここで死んでいた沖家翔吾という人物が何の用もなくここに来てたまたま貸り主と遭遇して殺された、呪い殺されたというのは少し考えにくい。飛躍堂関係者だし、呪いについては何かしら関与していたと考えていいだろうな。うん、で、なんだろう、他に周りに何かあるのかしら。うん、遊具ぐらいなのよな、調べられるの。ね、そうだよね、チェックないし。あ、あの遊具、なかなかの難易度だ。あそこをくぐるにはやっぱり遊びたいのかな。ごめんよマダム、少し時間をもらいたいんだ。そんなに気になるなら見てきてもいいけど。あ、喜ぶかい。うん、では念のため調査をしてみようか。嬉しそうだったな今の顔。これはあくまでも調査だ。わ、早っ。ん？あ、寄ってきた子供が。子供が寄ってきた。どうしたんだろう、なんか見つけたのかな。ナメドリかな。あ、貼られてたんかな。うん、遊具の下でナメドリを発見、ラッキー、金剛ジンコちゃんだ。あー、かわいい、強そう、金剛ジンコ。うん、あー、そう、それはおめでとう。遊具はいつでも刺激に満ちているものだ。よかったね。たまらないね。これぐらいしかないのかな。そうだね、弓岡いると思ったんだけどな。うん、弓岡らしき人物別に立ってないもんね。ないし場所変えて良さそうやな。そうだね、移動しよっか。本音寺橋は行ってないよな。行ってないね、なんか3つしかなかった気がするんだけどな。そんなことないっけ。なかった気がする。そうだよね。え、宝音寺橋って初めて来たくない？いや、最初に沖家とあ甲斐リヒタが出会ったのがここで。そうだ、ライター、ライターは持ってないかみたいな。はい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 、火は持ってないかっていう話をした。そうだわ。あ、なんか
モヤモヤしてない？え？木のところ。木のとこ。左、あの、ハルエさんの目線の先。あ、ほんとだ、なにこれ。うわ、絶対あれじゃん、呪いじゃん。先に周り見よう。この辺りの川沿いにも工場が多く建てられ、工業地域として栄えてきたようだけど、今排水規制が強まったために稼働できなくなった工場も多いようだね。気になりすぎる。うん、特に気になるもんないか。あ、これ同じか。特にないか。うん。目立つ。どうして良さそうやけど。目立つ。うん。この工場もしばらく稼働していた様子がないね。規制のために営業できなくなってしまったのかもな。うんうんうん。ほうほうほう。なんだい？気になるところでもあるのかい？僕は何も気にならないけどな。大丈夫。朝のうちに急いでシャワーだけ浴びたからね。あ、別に臭くないよって。昨晩もこの付近で送り提灯の貸し主が現れないかと見張っていたんだけどね。何もなかった？ああ、どこにいるのか。どこにいるんだろう。それすらも全く分からないな。姿見たことないのよな、送り提灯。そうなんだよね。昨晩もこの付近で送り提灯。ああ、どこにいるのか。どこだろう、分かんないな。ねえ、カイさん、あれ、なんだと思う？お？ん？いや、特におかしなものはないが。うわ、ハルエさんにしか見えてないのか？あれが見えてない。鬼火のようなものが浮いてるように見えるのだけど。まあ確かに鬼火のようなものはあるが、それ以外何があるというんだい。なんだと？まさか呪影か？かしり主のみに見えるのかもしれない。昼間なのに。あ、どっか行った。ごめんなさい。かわいい。消えた。うん、もしかすると送り提灯の呪影だったのかもしれない。鬼火のようなもの、すなわち提灯という可能性もある。うん、そうだ、鬼火がふよふよしてたよな。うん、そういえば、そうだそうだ、あれが。じゃあ貸しり主が近くにいる可能性は考えられるけど。そうね。お、なんだこのおじさん、いたっけ。貸しり主がいるかもしれない。ちょっと周囲を確認してくる。このおじさんいた？あ、いなくなった。おらんのじゃない、俺見えてへんし。あ、普通にあれか、人が変わるのか。びっくりした、なんかわいい、なんかしょんぼりしてる。ダメだ。それらしい人は見当たらなかったよ。大疲れ。そう。何があったのか、間違いないと思うか。どこかに変化があるかもしれない。念のため注意しておこう。どこか変わったかもしれないのか。変化があるかも。なるほど。どこかが変わったか。じゃあ場所を移動してみようか。あ、でも工場まだ見れるな。うん、この工場も規制のため営業できなくてしばしばしばな。あれ、でもチェックつかないんだよな。周囲にはチェックついたんだけど。まだなんかあるのかな。まだどっかあんのじゃない。まあ今はあれか。考えるとかは考えるか。さっきのが送り提灯の呪影だとすると、この付近に貸しり主がいるの。昼間だからかもしれないけど、あまり不穏な気配は感じなかった。もうここ以外動かせないからな。ああ、わかったわ。ん？俺わかりました。なんだ？設定を開いてください。あ！明るさをゼロにしてみましょう。ああ！こことどうなの？これで見やすくなるのかな？
暗くなった。あーけどさすがに関係ないか。でもなんか画面暗くしたらさ、うん、そのふよふよが明るくなって見えるんかなと思って。確かに確かに。もう一回見てみる。同じか。関係ないな。なんか他いじれる設定とかさ。ちょっとねギリギリわかる明るさがこれぐらい。まあ、個人的にじゃないその辺は。うん。振動機能かな。あとは言語。そこじゃ関係ないのか。かなサウンドかなあとね。ボイス音量はずっとゼロのまま。ボイス音量上げてみる一回。ああ、なんか聞こえるかも。ね。変化。どうですか。なんか聞こえますか。変わらんね。聞こえませんね。場所を移動してみるか。ちょっと一応ゼロに直しておこう。どこ行こうね。まあこうもう一回公園戻ってみたり、うん、さあどうかな。だからあのふよふよが移動してるかもしれんよな。うん確かに確かに。そいつを追っていけってことなんかもしれん。うんうん。なんかさ、うん、おきいえしょうごがあった時もさ、うん、おらんかったふよふよ。そうそうそう。ここでさ、ここで見たよな。そう、奥の方にさ、なんか この辺だかどの辺だか忘れちゃったけど。そう、なんかちょうど反対側かな。そう、この辺なんか、あ、この辺。その辺、どこが分からんけど。なんかおったのよな、ね、人の気配がみたいな話があったんす。そうそうそう。で、近づくか近づかないかみたいな。うん。やんな、同じやつやんな。同じやつだと思う。緑町公園とか。うん。さあ果たして。だからもういろいろ見てみるしかないよな。うん。のどかな昼下がりに公園でくつろいでいる人たちを見ていると、この近辺で陰惨な呪い合いが行われていることなど忘れてしまいそうになる。うん、なんもない。うん、カイさん、当のあやめの話になると少し緊張した様子があるのは気のせいよね。当のあやめが貸し主、考えてみればあり得る話だね。うん、まあないね、ここも。せんのや。 BGM がなんか安全だって語ってるんだけど。うん。うん、なんで なさそうなの。ねえ、なんもないよね。だって帰り来たチェックついてるじゃん。ないな。しぎまて、なんかやっぱあそこでする必要があるのかな。ありそうな気もするけどな。うん、まあここでなんかあることないよな。だってうん、うわな、見たしな。もうチェックついてるよ。送り提灯だったのだろうか。どこかで何かが変化。どこかが調査を終えたら逆にあの調査パートのこの何ここ、あーやつが移動してんのか。出た、誰かわかんないやつ、や出てる。やったー、見つけたぞ。あ、明るさ最大でいいんじゃない、戻しといて。戻すか、暗い、そっち。いや全然よかった、ちょっと最大にしとくわ。じゃあ行くか。幽庵、はてなはてなはてな